18世紀のベネツィアは1年の大半がお祭り騒ぎで明け暮れていた。貴族が商人として築き上げた富を使い果たそうとしていたようだった。四十過ぎの男性が若い娘と一緒に暮らしている。どうやらその男は司祭様らしい。でも男なんでしょ。それはそうだが、司祭様だぞ。あら、この間のミサで司祭様は私に流し目を送りになったわ。男と女が一つ屋根で暮らしていれば。なんてはしたない。アンナ、これからも私がお前を愛するように私をいたわっておくれ。涙が出るんだな。はい、なんだかとても悲しくて。アンナ、君が今流している涙は人の業を悲しんでのものだ。君の純粋さの証でもある。その悲しさを含めて人の美しさがあることをきっといつか知ることができるよ。Thank you.
アンナ、最後の頼みだ。葬儀はひっそりと頼む。そんなマエストロにふさわしいものを。派手な舞台は十分見てきた。それにどんなに壮麗な葬儀でもわし自身が見ることはかなわぬ。でもお慕いしている皆さんが。もう誰もわしを必要とはしていない。そんなこと、私たちは。お前たちはもう立派に生きていける。そうすることでわしの誠実さが。マエストロ、もうお話は。もう十分だ。栄光の日々を思って旅立っていけ。